こんちは翔太です、えー、今回なんですけど、放、ま、置、あ、少女の画面は出すんですけど、まあ、ちょっと放置少女とは関係ない話をしていこうかなと思います。えー、と私ですね、結構アップル製品が好きで、えー、先日というか本日、まあ、早朝、早朝と言っていいのかな、まあ、2, 時2時か3時ぐらいだったと思うんですけど、今日の朝のね。 えっと、アップルのですね、えー、新製品の発表会っていうのがあって、まぁ、あ、ちょっとそれ自体は、ちょっと去年は見たんですけど、私今日、本日は見てないんですが、えー、っと、そちらですね、えー、iPhone15、えー、Pro と iPhone15、あと Apple Watch Series 9と Apple Watch Ultra 2がは、あのー、えー 発表されましたので、まあ、それについてですね、話して、感想とか話していきたいなというふうに思います。何を言ってるんだっていう思われる方もいるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと一回雑談やってみたいんで、えー、ちょっとやらせてください。えー、私ですね、結構アップル製品が好きで、まあ、今見渡すだけでも結構いろいろあるんですけど、まあ、iPad。 だけでも2つあったり、まあ、MacBook 持っていたりですね、まあ、これも iPhone13、えー、ですね、iPhone13Pro、えー、私今使っていて、えー、あと AirPods Pro もありますし、AirPods Max も持っています。あのー、ヘッドホンですね AirPods のヘッドホンがあるんですけど、今多分ね、あのー、円安の影響で <laughs> 8万円ぐらいするかなと思うんですけど、それも一応持ってますね。まあ、Apple 製品だけで多分100万円ぐらいえ使ってるんじゃないかなと。 っていうぐらいは、まあ、私、アップル製品に囲まれた生活を今送ってるんですけど、まあ、iPhone に関してはですね、まあ、13の段階からあのストップ、まあ2年間ストップしてました。えー、まあ、iPhone14 ですね、去年のモデルもまあ、ある、えー、出たときどうしようかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ちょっと円安の影響で高く、まあ、日本円としては、ドルとしては確か一緒だったような気がするんですけど、まあ、円安としてちょっと高 あの円で見るとちょっと高くなってしまっているというところで、まあ、ちょっとやめとくかと思って、えー、やめていたんですが、まあ、iPhone14 ですね、大きく違うところで言うと、まあ、私は基本的にはプロを買おうかなというふうには思っていたんですが、まあえーまあ、ちょっと私、編集で多分消してると思うあきあ。編集で消してるわけじゃないか。えーまあ、iPhone13、12? 10かえー、っと、タッチ、ホームボタンですね、がなくなってから、あの上にのっちですね、黒いカメ、インカメラが入ってる部分だと思うんですけど、上にですね、えー、黒いなんか枠が、あの、出るようになったと思うんですけど、例えば放置少女やっていると、上の画面ちょっと削れてますよね、多分 iPhone10 とか11とか12とか13でやってる方って。 えー、だと思うんですけど14からですね、このノッチ、まあ、この上に出るところですね、っていうのが、まあ、四角、まあ、こんな感じの、えー、もう、もろに画面内に、まあ、四角、四角な感じでですね、まあ、入ったっていうところで、えー、そこがですね、なんか、なんだったかな、なんかいろんなアクションを起こしてくれるみたいな感じで、まあ、 タイ,マーがえー、タイマーが鳴ったらですね、なんか大きさが変わるだとか、なんかそんな感じでちょっと大きさで表現してくれるようなやつに、えー、なっていたんですけど、まあ私はちょっといらないかなと思ってですね、まあその時はスルーしまして、えー、で、今年ですね、iPhone15 っていうのが出て一番大きく変わったのがですね、えー、めっちゃ腹立つんですけど、正直。あれ、どこに書いてたかなえー、っと、これか。ちょっと今手元で見ているんですけど、 えーっとですね、なんかすごい腹立つ、あれだったんですよ。あれあれか。15のところに書いてあるのかな ?iPhone15 のところの、この iPhone のですね、今回のなんか、あのキャッチコピーといいますか。いや、キャッチコピーでいいな、多分がですね、なんかすごいなと思っていて。えー、っと、ま、USB Type-C になったんですよ、今回。 あのこれまでライトニングケーブルだったと思うんですけど、t y p e C に変わったっていうところで、まあ、私は結構ライトニングケーブルを重宝してました。あっていうのは、ライトニングケーブルありきの、えー、アクセサリーとかも結構買っていたりだとか、t y p e C になることであの充電ケーブルが一本化できるってあると思うんですけど、結局私結構充電するデバイスが多いんで、t y p e C で一本化しても t y p e C の充電待ち同士で喧嘩しちゃうんですね。 まあもっともそもそもの本数を増やせよというところもあるんですけどそうするとちょっとごちゃごちゃしてしまうのが個人的には嫌でまあライトニングライトニングだと、まあ、あのタイプ C でと まあ、ケーブルをいい合わないっていうところで、まあ、個人的にはライトニングケーブルのままで良かったと思っている派なんですけど今回ですね t y p e C になりましたで、まあ、このタイプ C ライトニング問題はもうかなり前5年いやもっとかな、えー、ぐらい前から言われていて、まあ、あの今の細いライトニングになったのって確か iPhone5 とかいや4か iPhone4 か5かその辺で、なんか横,横長のぶっといですね、あの昔の iPod を充電するケーブルだったと思うんですけど、まあライトニングの3、4倍ぐらい横幅あるですね、充電ケーブルを使っていたかなというふうに思いますが、どっかのタイミングからライトニングケーブル5だったと思うんですけど、確か。えー、私もその辺から iPhone 使い出したような気がするんで。 今、まライトニングになって、ま、たぶ4から14ぐらいまで、まあ10、約10年間ぐらいですね、このライトニングケーブルっていうのは使われて、まあ、今回タイプ C になりましたと。で、このタイプ C になった、あー、これだこれだ、あのタイプ C になったキャッチコピーみたいなのがあって、みんな嬉しい、USB-C って書いてあって、いや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 、みんな前からめちゃめちゃ言ってて、あの、なんかヨーロッパかなんかでタイプ C にしろよって、なんか、 言われてましたよね、確か。なんかそういう動きがあって、充電、規、ま、格、あ、統一化してくれっていう風な話があって、Apple も同意していたんですけど、まあ、いつまで経っても、あのライトニングから USB-C には変わらずに、まあ、ここまで来ていたんですが、まあ、今回初めて USB-C になったっていうところで、まあ、喜んでる方は多かったですね。私はどっちでもいいわって感じだったんですけど、えーまあ、一応 USB-C になりましたよと。で、えー、USB-C になって、 午主に変わるところで、まあ、真っ先に思いつくのが通信速度ですね、有線の通信速度の変化になるかと個人的には思っているんですけども、あと充電速度かな、えー、っていうところになるかなと思うんですが、まず充電速度は変わらないですね、えー、変わらないです。20W の充電で、えー、約30分で最大50%充電できるっていうのはライトニングの急速充電から変わってなくて。 えまず、ここの部分っていうのは変わってません。えーで、えー、さらにですね、ちょっとどこに書いてあったっけな、あの、通信速度もですね、ライトニングこれ遅いんですよ。確かに USB、t y p e B? タイプ B なのかなちょっとわかんないけど、えー、確か500メガバイトぐらいの通信速度だったような気がするんですけど、あ,あの、これ、通信速度としては結構遅いんですけど、 まなんで iPhone のバックアップとかを優先でパソコンでやる方とか結構容量の大きい iPhone 使っていると時間かかったりだとかしたかなというふうに思うんですがまあそこはですね USB-C になったことによって全く改善されてないっていうふうなちょっとあのここに関しては批判が集まっていたような印象はありますえで 15Pro ですねの方に関してはまあ少しです、ね、様子が違っていて えまず素材としてチタニウム使われていてかっちょい,いめちゃめちゃかっちょいいなえ使われているっていうところがまずありますで大きな違いとしてはですねあの皆さんですね左側見ていただきたいんですけど iPhone 使っている方はえーっとまあ音量ボタンとミュートボタンあると思うんですよ基本的に で、このミュートボタンがですね、アクションボタンっていうやつに変わって、なんかす割と好きなやつをあの割り当てることができるようになるみたいですね。まあ、ただ、まあ、マナーモードでいいんじゃないかなって思うんですけど、個人的には。まあ、ライトだったりだとか、うん、なんか翻訳とかカメラとか、ナイトモードとか、うん、なんかいろいろでショートカットかもかな。えー、みたいなのが、まあいろいろ。 えーまあ、割り当てることができるようになるみたいで、まあ、あの今上、上か下に、あのー、スライドさせるタイプのボタンだと思うんですけど、えー、なんか押すタイプのボタンに変わるみたいです、えー、でデザインに関してはですね、まあ、結構かわっあ全体的にマットな感じになってで全体的にあれです、ね、なんか丸みを帯びてる気がしますね私今13プロ使っているんですけど13プロは割と前面が テテカテカしてる感じなんですよ、まあ、ガラスの表面の光沢というか、が見えてる感じなんですけど、まあ、かなりマットな質感になってますね。まあ、15インチで、プロとプロマックスがあるんで、6.1インチと6.7インチがありますよっていう風な感じです。で、でちょっと迷いますね。A17 プロチップっていうのが入っているみたいで、まあ、圧倒的なゲーム体験ができるようになるみたいです。 えーま、レイトレーシングっていう、ま、PS5 とかでも、えー、よく出てくるようなワードになるんですけど光のですね反射をですね、えーま、かなり綺麗に見せてくれるような、えー、ものが、えー、できるようになっているみたいでなんかバイオハザード RE4 とか,なんかその辺の PS5 で遊ぶようなゲームも一応できるみたいですねどうなんかなって思うところはありますけど。 一応できるみたいで。まあちょっと楽しみです。放置少女がこれで変わるんかななんかモルドレットとか見てると結構カクカクするんですよ、私。皆さんどうなんですかねちょっと、15プロにしたらそれ <laughs>、治るんだったら、いや、それだけのためには買い替えんかなうーん。まあちょっとその辺楽しみだなというふうには思っています。で、まああとはカメラが良くなったよとか。 ですね、まあ、カメラが良くなったよぐらいですね。あとはああとあの、まあ、もちろん、ですねプロもタイプ C なんですけど、こっちのタイプ C は USB3、えー、っていうものが使われていて、まあ、比較的速いですね、えーっと。何ギガだったっけな ?10 ギガかな、たぶん。えーっとまあ、さっきの えー、iPhone15 のですね USB-C ケーブルでよりは20倍ですね、えー、早くあの有線でファイルを転送することができるというふうなものになっているので、えーまあ、サンダーボルトっていうですねさらに何倍だったっけな、あれ、さらに50倍ぐらいかな、40倍か、さらに40倍ぐらい早い企画っていうのもあったりするんですけど。 えーまあ、そちらではない、まあ、そちらまでは必要ないんじゃないかな、iPhone でっていう判断なんかなと思いますけど、iPad Pro とかには搭載されてますけどね、えーまあ、こちらも USB3 が実装されるっていうことで、まあ、ようやくですね優先のプロに関してはですけど、通信速度もまあ速くなるというふうな、えー、ところになっております。 えーで、あ、バッテリーも伸びてるのかな ?ProMax で最大29時間のビデオ再生。Pro、えー、だと23時間のビデオ再生みたいです。で、ま、緊急事態の時のなんか安全機能がパワーアップするみたいで、あと iOS17 はですね、いろんな方が使えるかなというふうに思うので、えー、そこはあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。ま、というところで私 iPhone15 Pro、どうしようかな。で、 今回から、あれらしいんですよね、ストレージが、あ、違うやん。あ、あー、MAX の方か。失礼しました。ストレージが 256GB からになったんですよって言おうと思ったんですけど、MAX の話でしたね。失礼いたしました。ま、まあ、ちょっと買うかどうか、私結構ですね、iPhone 買い替える時期が年末年始ぐらいに買い替えることが多くて、今の時期だと、あのー、取り合いになるじゃないですか。で、結構、 かあの届くまでにいい時間かかったりとかもするんで、まあ、別に今、13プロもまあまあすごい iPhone で、まあ、ちょっとバッテリーの劣化してきたなっていうふうな印象はあるんですけど、まあ、まだまだ使えるかなと思っているので、まあ、買い替える予定っていうのは特にありません。えー、で、まあ新しい iPhone を買うときの注意点を最後に放置症状目線で話していこうかなと思います。えー、っと、 iPhone の機能でスイッチコントロールだったかなっていうのがあるんですけど、あ、これですね、わ私はやってないです。えー、やってないので、えーっと、やってないですし、まあ、若干、多分んバンはされないと思いますけど、あの若干怪しい動きをするので、まあ、自己責任でやってほしいんですけど、設定のですね、アクセシビリティのところにスイッチコントロールっていうのがあって、 えそ,れそこをですね、えー、設定してもらうと、10秒以内の間に5タップぐらいかなの、の、えー、繰り返し動作を、例えばこの辺をタップしたら、まあ、ある一定の繰り返し動作を何回かやるっていうのを設定することができるんですよ。で、えー、それをですね、えー、やると、まあ、こういうですね、次回反響とか、これ,これって例えば、まあ、この画面まで、 手動で、たどり着いいとすするじゃないですかでかその時に再挑戦1回押して、ちょっと待って、スキップ1回押して、A でまた再挑戦押して、スキップを押して、まあ、ちょっとここのですね、 時間差っていうところがあるんで、まあ、連続してポン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 って押してもですね、あのうまくいかないことは多いんですけど、まあ、10秒の間にあのゆっくり押せばいいので、まあ、それならあのうまくできるんじゃないかなというふうに思います。それをすると、まあ、例えばもう何も見ずにこの辺をピーってタップしてるだけで、時間反響がどんどん進んでいく。まあ、ただ、敗北したときと勝利したときで微妙に位置が違うので、えー、そこはですね、 あのーまあ、勝利用にするのか、えー、敗北用にするのかっていうのは、まあ、後半になればなるほど敗北の方を使うことになって前半は勝利用のやつを使うことになるのかなと思うんですけど。 まあそういったやり方をすることによって、なんか Android の方は普通にできるらしいんですよ。あのー、こことここを何回押してっていうのを設定することができるみたいなんですけど iPhone はちょっとやりにくいので,、えー、で iPhone 変わるとですね、まあ、特に大きさが変わった時なんですけど、そのスイッチコントロールの設定は受け継げるんですけど、あの結局ですね、ボタンが表示される位置が変わったりだとかして、それが使えなくなっちゃうんですよね。 えーなんで、まあ、そこだけは注意が必要だなというふうに思います。分かってた。あ、さっきこの辺だったんですけど、次のステージっていうのがちょっと下に出るんですよ。これこのせいでちょっと勝利したときと、えー、敗北したときはですね、えー、そのスイッチコントロールを変えないといけないっていうところで、まあ私はやってないです。なんか、それで何かされても、バンとかされたくないなと思うところはあるんで、まあ、違法ではないと思いますけど、 あのまあご利用は自己責任でお願いします。私はもうちょっとこれ以上はやり方は説明はしないでおこうかなというふうには思うので、えー、まあもし iPhone を買い替えられる方はですね、そういったところを 気にされた方がいいいかなと思いますで、まあ、あと、まあ、どうしてもですね、えー、携帯触れないタイミングっていうのは更新の時っていうのはあるかなと思いますのでまあ、こういう次回反響とかの忙しいタイミングでやるんじゃなくてあのまあ、放置症状メイン生活の基盤に置いている方はですねあの次回まあ特に次回反響とか、まあ、イベントまあイベントはいいかなまあ次回反響がない時期に、えー、やってもらった方がいいかなというふうには思いました。 えー、かなり長々と話しましたけど、まあ、今回の動画はここまでにしようかなと思います。この動画の間に何ステージ進んだだろう ?2、3、2ぐらいしか進んでないんじゃないかなって思うんで、まあ、ちょっと本当に次回反響のトップの方々すごいですね。あのかなりボス連打してるんだろうな。あ、自動化してたりすんのかなちょっと私はする気ないんで、あれなんですけど。 え、まあすごいなっていう風に思う話と、えー、ま iPhone 新しいの出るよっていう風な話でした。まあ、Apple Watch も個人、Apple Watch 持ってますね。Apple Watch も個人的に結構欲しいんで、まあ、ちょっと欲しいものが色々あるなっていう風な状態です。えー、これで今回の動画を終わりにしようと思います。いや、これからもちょっと雑談とかしたいなと思いますので、もしよければ見てもらえると嬉しいです。